ダンボールに1万円入れて踏んだりお前自分の彼女溺れてたら助けるでしょとかさ、お袋溺れてたらお前ガンガン泳ぐでしょみたいな。いやそう、Ladies and gentlemen, welcome to North Village。まあ、出版もそうですけど、飲食店もまあスタート学生に毛が生えたようなところからスタートするってそれなりの当時挑戦だったじゃないですか。あゆむさんの場合どんな感じだったんですか。俺はだからもう最初正直金借りてやったから返さないとやべっていうのに超とらわれちゃってて、で全然売れないからもう本当に一回世の中にこびまくっちゃった。流行り物入れる音楽も本当はロックンロール超うるさいみたいな店やりたいのに、お客さんからうるさってしてたら円屋に帰るとか、円屋は円屋で好きだけど、ワインなんかその頃飲まないのにワインが流行ってるからちょっととかで、さらに売り上げが落ちてくれたから、それで落ちてくれたそうそうそう、でまあ俺ら終了かなって半年半年っていう時に一回振り切れたっていうか、やっぱ俺らそういうこび系ダメだ、もうちょっとセンスある人だったらマーケティングとかなんか分かんないけど、なんだかもしれないけど、とにかく最高に自分らがやりたいものをやって華々しく終了しようみたいな。やりたいように音楽もお客にも一切媚びないで、ムカつくやつ全員帰れと思ったし、他の店あるよ何万件もあるんだろうみたいな、そっち行けと思ったし、そういう風に言っていいし、まあメニューもとにかく俺らバーボンとカクテルだけ出したかったからそれだけにしてとか、全部そういう風にしてら売れたんだよね。あれは大きな人生的に売れた時は、あ、来たかもとか思いました、ちょい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 だったけど、途中からなんか何にもコマーシャルとかされてないのに、急にボーって客が増えてって、でその客が客呼んで客呼んでみたいな、CM がとかなんかゼロ、そんな感じないですもんねそう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 、びっくりしたよね。でもなんかみんな後から言ってたのは常連さんとか、やっぱなんか歩夢君たち吹っ切ってからめっちゃ楽しそうだしオーラ出てるよねみたいな、それも出てなかったですか俺結構出してるつもりだったんですけどあ、それ出してる時点でダメだねみたいな感じだったけど、そんなこと言ってて、でそっから店がポンポンポンと増えてた。そうね、2年間で4店までわーっとなってあの段ボールに1万円入れて踏んだり、あのクッキー缶に1万円入れて冷蔵庫に入れといてクッキー缶4個になりましたみたいな、いやマジだよみたいな、熱いなみたいなでなんとか申告来たけど何色の申告わけわかんねえだみたいな、でなんかすごい税金取られてとかそれも知らなかったんだよ。でアイムさんっていろんな共通する出版とか店とかの時に、要は俺がスタートした時には年齢も何個違うんだ、6個、俺が51、7個違うのか、7個違うから一歩先に全部経てるわけじゃないですか、なのに肝心なアドバイスないじゃないですか、その出版こういうの気をつけた方がいいよとかお金で使ったらなくなるよとかそういう大事なことを教えてくれるじゃないですか、俺も最近したからね、だから言ってよとも思ったし、でも出版に関してはアドバイスゼロだったけど作品で救ってもらったんだ。うちらは出版をやってもう本当大変な時期が2年半ぐらいあった時に、あゆむさんの本で夢は逃げない逃げるのいつも自分だって、まあ、あれもぶっちゃけあゆむさん自分で出版社やってて、まあ、変な話あゆむさんが自分の本を自社で1年に1回でも出しときゃ会社回るじゃないですか、当時全くうちで出す必要がない中で本出させてくれたじゃないですか、でそれがヒットしたおかげで俺はそれまでにわ出版ってこんな大変なんだってのを知ってて、出したら売れるってもんでもないんだっていうヒットしないとダメなんだっていう、そういう時代の時にそれを出させてもらった時に、まず一つは初めてその本の発売日にこれで2年半耐えてきてこれでこけたらどうなるんだろうと思って胃がキュッてなったのを感じたんですよ。あ、今俺胃キュッてしたみたいな。でもそれが順番分でそのお金で出版一生続けてきたいけどギャンブル性強いから他の遊びも仕事にしなきゃっていうんで新車とかリサイクルとか始めたんですけど、あれなかったらきついですけど、でもだからそういうアドバイスがなくて、飲食もそうじゃないですか、アドバイスはくれない、遊びには来てくれるけどアドバイスはくれなくて、今でも覚えてるのはうちが店、まあ、大苦戦、もちろん、まあ、全部で必ず一回苦戦するじゃないですか、苦戦してでなんとかやってうちもちょっとブレーク引けていい感じになって来た時にあゆむさんがうちの下北店に来て楽しく飲んでたんだけど、だいぶ酒回ってきたところであゆむさんが、まあもうここはブルーハーでしょつってブルーハーツをドブネズミを超爆音で音量マックスで
いきなり書き始めて、他にお客さんいるので、でそしたらうちのスタッフが、あゆみさんさすがに他のお客様にでもうちょっとボリューム下げてくださいとか言ったら、あゆみさんブチ切れて、ブルーハーを爆音でかけられない店なんて潰れてしまえって暴言を吐いて帰ってったんですよ。本当なんだか、アレンジかけてない、覚えてないけど全く。ひでえ先輩だなと思って。マイナスしかないんだよ。それもビートにくい。あのな、怒られそうだな。そういうこと言うと怒られそうだ。いやでも路上っていう映画めっちゃ狂ってんからね。ちょっと狂った狂人たちのアメリカ旅の記録だからね。何がビートニックなのかなんか分かんないけど、うん、だからねそれもまあいいんじゃない、うん、それいいんじゃねブルハーかけろぐらいは優しい。いやいや、ブルハーかけるの全然かけんだけど俺も好きだし、ね、だけどマックス音って普通にブルハー大好きな俺でも耳が痛くて曲が入ってこねえっていう。初めてのアドバイス、うん、ブルハー爆音でかけれない、ただ潰れてしまえですからね。それがだから、それがきっかけで二十何点になったわけ。でもそんなこんなでいろんな挑戦もしつつも、うん、その真っ只中であゆみさんも俺も結婚して子供作ってってやってるじゃないですか、うんうん、世の中的には結婚して子供を得ると義務とか責任とかそういったもので守るものがあるとなかなかそういうリスクあるようなことはできないよみたいな声聞くじゃないですか、うんうんうん、でもその真っ只中でやってるじゃないですか、あゆむさんの結婚観ってどんな感じなんですかね、うん、俺はもうベタだけど本当にただエンジンが増えていくかも。だからそれ一人で頑張ってても楽しいけど、奥さんができてより俺が爆裂した時の意味があるから余計、だからなんかパワーが加わるじゃん、うんうん、で海っていう子供と空っていう子供が生まれて、海ができたらもう一個エンジンついて、それがエンジンついて余計燃えるみたいな、より攻める理由になる、そう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 、うまくいった時はやったぜみたいな、一人だった時はイエーイくらいだけど、奥さんがいるとなって言える、子供たち父ちゃんやばくねって言えるみたいな、なんかそこは単純にそういうイメージがまずすごくある。なんか独身の時は最悪こけても自分一人なんてなんとかなるでしょっていう甘えというかがあるじゃないですか、うんうん、あるよね、その辺で寝てりゃいい、ね、でも子供とかもいると自分がやりたいことでやってるから給食費払えませんとかだとだいぶ渋いというか、だから最低基準はだいぶ上がるじゃないですか、子供とか奥さんはちゃんと生活できてた上でどうするみたいな、それはある意味責める理由にもなるし、実はむしろ子供とか家庭を持った方がそういう時こそ男は責めるべきでしょうとか思うんですけどね。でも世の中のイメージって逆じゃないですか、だからもったいないよね、そういう抑えなきゃいけない金が、例えばじゃあ月いいや、じゃあ50万だとしましょうとかさ、30万でも何でもいいけど、子供がいるからみたいな、だから何か抑えをしようって考えたら、子供に迷惑じゃねって俺は思って、その子供嫌じゃねってそれ知るわけじゃん、ちょっと大人になったら、俺が生まれたから父ちゃんなんか我慢系だったのかなみたいな、なんかメッセージとして、だからお前も大人になったら我慢しろよみたいなメッセージになっちゃうから、なんか俺は素朴に俺のブースト問題っていうか、で俺がグワッていけば、まあそれでこんぐらいは大丈夫でしょっていう、このレベルが低いとこんぐらいだけど、このレベルが高ければまあこんぐらいは大丈夫でしょみたいな、どんなにこけてもとりあえずガキンチョたち生存するぐらいのパッションは出せよ俺と思ったよ。なんかそういうふうに思ってた、ガーッていうパワーをグワッと上げれば、この辺だとこの辺になっちゃうから、でもこの辺だったら、まあ、こけてもこの辺は金入るみたいな、なんかそういう風に考えてたから、よりやることをやりたくないことをやるっていう選択肢はもともと持ってないから、そのやることエネルギーみたいなものをガンガンいっちゃえみたいな、なんかそういう風にしていったらより自分もポテンシャルアップしたし、もうねずっと崖ギリギリみたいな、ずっと落ちたらやばいみたいな、でもそうなったら絶対できるでしょ俺っていうかさ、よく思うけど、なんか俺泳ぎとか苦手なんでとか言ってた、お前自分の彼女溺れてたら助けるでしょとかさ、お袋溺れてたらお前ガンガン泳ぐでしょみたいな、いや、そう、家族路頭に迷うはちょっと嫌だからそれをやるでしょみたいな、俺まさしくで、俺独立のタイミングがちょうど結婚子供生まれたのを機に独立したから、でそこから2年半の超大変な時期が、要は出版での入金ゼロで店とか何屋もスタッフもいませんっていう時に、毎月2、300万から600万ぐらいなんかの支払いがあるのをなんとかしなきゃいけないみたいな、でもスタッフもいないし、だからもう出版社を自称で名乗りながら何でも屋をやってる時期があったんですよ。で毎月
その支払いのために稼いで何かやって稼いで払ってまた次の月の支払いがあるみたいな時期に気づいたのが、あ、節約する必要ないやって、うん、どうせ数百万今の自分の挑戦で必要で、うん、そこに仮にもう100万150万家族の生活費が足されても、うん、俺からしたら2、300万も450万もあんま変わんないっていう、どの道当てないんで、うんうんうん、であれば初めから450万設定にしとけば、うんうんうん、節約する必要が全くないっていうふうに思えた時に、うんうん、あ、俺ちょっとポジティブなんだってそれはポジティブなのかなだから節約を人生で一度もしたことがないんですよ。必要な額がどの道手の届かないというか、うん、その時点ではね、うん、月末までどう俺がそれを達成するのかは見えてないけど、うんうん、どの道必要なのが、うんうん、あ、300じゃなくて450なのねっていうふうに思えたから、うんうん、どっちも大変だから変わんないみたいな、それはなんかちょっとでかかったかもしれないですね。その考え方は全員にそうやれとは全く思わないけど、やっぱここら辺共通してるコツでちまちました方に行くとやっぱ吸い込まれていくから、うん、こっちができなくなるよね、うん、なんかそのちまちま問題になってくるから、うん、なんか跳ねなくなるから、うん、余計やばいループが始まってくるっていうか、うん、同じ例で俺ほら衣食住エネルギーを自給自足するエコビレッジみたいなやつだ時も、うん、俺はガンガン電気製品は使いたいわけよなので夜寝る時はやっぱ iPad とかで漫画とか読みたいわけよ、うん、それをやっぱエコ担当のライフライン担当電気担当のやつが、あゆみさんこれパネルとかであのなんとかギリギリでエネルギーを回しているときに、あゆみさんが夜 iPad とか見ちゃうととか、ね、そういうのはね人間として間違ってるよってうん、そ犠牲じゃないからっつって、じゃあどうすればいいんですかって、うん、パネル増やそうちょもう一個の建物にもパネルかましたわけ、ソーラーパネル、そうもうイケイケじゃんそれもう iPad ピッカピカしてるお前らじゃあ徹夜で自転車焦げよみたいな話にしてなんかそういう全体的思考回路みたいな。なるほど。でもなんかそれは大事な気がする、開拓されていく自分が、うん、うん、そうですよね、うん、すごい思う何の解決にもならない、何の参考にもならない人の話そうですね高橋歩できるんだ俺にもできんじゃねみたいなのが一番俺はラブな感じなんだよね。大ヒットベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った二人の男がタッグを組んだ。異例ともいえる2つの出版社によるコラボで作り上げたのは、夢を叶える最強の攻略法。最新刊高橋歩、北里洋平、しのごの言わずやっちまえ。ああそうですね、いつかは自分のお店持ちたいですね。俺こう見えてめっちゃ本読むんですけど、いつか自分の本出してみたいですね。今はちょっとお金がないのでできないんですけど、お金が貯まったらやりたいですね。いやまだ有名じゃないんで、有名になったらですかね。しのごの言わずやっちまえ。自由であり続けるために俺らは夢で飯を食う。もうノリノリでぶっちぎる感だよね。どうにもならなくなったらどうにかなるしかないから。原稿何も書く前から出版社作られるわけだからそういう憧れの人たちに全部出した上で、そこにドーンと自分の次元がある。いや俺生きてりゃ無敵なんですよ。どうにでもなるじゃん人生なんて。世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところが必死になってる。父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。ノースビレッジが一番小さい都市ロマンチックだよねって言われたら、もう他に負けてもいいやっていうので、うん、マチュピチュでしょうか。自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからな、うん、っていうことだよね。やりたいことを仕事にするために、自由奔放高等無形な2人の叶え方。出版社創業編、飲食店開業編、結婚子育て編、南米マチュピチュ出店編。2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性。金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッド。もしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない。高橋歩、北里洋平、最新刊
死の子の言わずやっちまえ。2024年11月1日全国書店にて発売、 Amazon で絶賛予約受付中。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always welcome on the wild side.